どうもー、マキマキーマキーでーす。今日もよろしくお願いします。お願いします。おなじみ、恵比寿さん。はい、今日はイカってことですね。今日はイカです。最近どうですかね。最近はね、どう言ったらいいかな、渋い時もありの、いい時もありの、結構浮き沈みが激しい状態になっております。今日はいい日でありたいですね。今日はいい日ですよ。いいですか。知らんけど。もう最近渋い日ばっかでね、何でもなそうなんですけど、釣り。いや本当にもう基本釣りって渋いもんです。ああなるほどなるほど。はいはい。その渋さの中でどう楽しむかが一番大事なんで。そうですね。はい。頑張ります。今日は一個企画がありまして。あ、何でしょう。なんかもう棒読み感が。じゃん。この百均のエギのみで。おもり具をやってみるっていう企画です。成功しそうでしょうか。大丈夫。どんなやつ。うわ、セリアさんの。もうこれ100円なんや。これ100均です。100均にしてはかなりクオリティ高いよね。いいでしょ。いいそうですよ。これ釣れると思います。これ、まあ、2色しかなかったんで、このその3つで勝負されるそうで、もう1個あるんですけど、まあ、それぞれ2色ずつで2個 2.5、3個。ああいいですね。これやってみます。はい、じゃあ、頑張ります。いきます。あ、すいません、じゃあこれしましょう。ほら、なにこれ。こんなんありましたね。こんなんやってないですよね。あ、これだけです。なん、もう絶対動画見てくれてないでしょ。見てるって。オープニングはコース、締めるとき。あ、こうです。お願いします。はい、じゃあ、よろしくお願いします。今日は基本的にもう重り具でやりますんで、20、21号、このオレンジっぽいやつ。でかいエスやな、まだ。今度釣れなかったら立てちゃう。いやー、あ、なんか魚のあたりが来た、今。え、魚のあたり。あぶね。魚、はい、ゴゴゴゴゴって来て。怖っ、エソじゃないか。もうロストしたらもう2個しかないね、僕。あ、やっぱり ないわ。やっぱ切られたんや。さっきのやつ。どうしよう。企画が企画倒れちゃう。多分エソ刃物系です、これ。いきなりもう一発目でなんか切られましたよ。なんかここだ。歯だけ削った後あるわ。開始早々やばいな。もうあともうこれしかない。これがなくなっちゃうと、あの3号の方でやるしかない。それリールって何番ですか。4000番。あ、4000円。 SW これいいよ。4000のセラノーマル、はい、ハイギア、乗った？
電話中乗った電話中乗りました電話中ちょっと待って電話中電話喋ったいいお客さんを待たせるっていう最悪よし竹見園長、はい、おお、はい、赤、電話中電話中ヒットまだ電話中なのにまた投げました電話中なのに続きまんまそれでまた夕方お願いします と言ってもさっきのサイズじゃねやっぱ台券先に釣らない感じだねもう全然顔もこっち向こうとしてないもう竿先だけ一点にもう、ま、真顔で言ってますこの人狙ってます竿つけてねこっちカメラ一切見ようとしてないもうマジで狙ってますこの人クソムカつくムカつくカットしようカットしようムカつく今の顔これだ1、2、3くそちょっと大きいんちゃうかなちょっと大きいよ大きい大きい大きいムカつくくそ100均の泳ぎじゃ負けへんでどの辺ですかボトムちょっと上やっぱちょっと上10m 上くそドヤ顔がほらでかいでかいおおムカつくなんかムカつくありえますねいや本当にあたりがわからんよし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 ボトムでした見えたスイスイドロッパーもうでかいでかいもうでかいでかいもういいタイプまあ俺よりがちっちゃいけどマウントを取る船長普通やね10ぐらいですよね10ぐらいとりあえず釣れました100均目立たない色にお、あーその顔その顔サイズはどうですかあ、いいですよ。いいですよ。大剣？大剣らしいです。大剣来ましたよ。もういかにもなんか取ってほしいって感じですよね。なんかわざわざ大剣とか言う。大剣来ましたこれ。おお。うわマジで。あ、電池切れかな。おい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 。おいおいおい。もう見てもうジギングみたいにしたいもん。腰に当てたい。でかすぎて、でかどんなおうわ、でかおおでかおーしゃーしゃーおーこれは何でかいっちゃうこれでかいですねこれでかいでこれやめてやめてその マウント取るのやめてもらいます
さっきと変わんないかな。いやそれはでかいよ。そこでしたか。そこっすね。もう一匹おるわけや。不在どうすか。貪欲。ダブルショット。あ、さっきより大きいわ。大きいやろ。なんか引き出した。上げるときに落とすんやな。ついに大剣か。大剣やね。あ、それ絶対大。あ、でかいね。でかいっすね。でかいでかい。おおおおおおお。大剣。お、イカ。おいおいおい、まだ取れたか。イカか。引きがイカじゃないみたいな。おー、でかい。やっぱイカじゃないよ。え、イカ。え、あ、それ食ってる。あー、なんかほら、引きがあんまイカじゃない。ちょっとこれ撮ってください。これ写真これ、なんか引きがイカじゃないみたいって言ったら、あの、これなんかおかしいなと思う、途中から。曲げちゃうよ。あ、離した。ああ、イカじゃないみたいって僕つぶやいてたんですけど、イカじゃなかった半分。まあまあ普通だったのに。これは、ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。